油そば、スープのないラーメンの一種である。丼の底に入ったごま油や醤油ベースのタレにラー油、酢などの調味料をかけ、麺に絡めて食べる。店によっては油そばではなく、もんじゃそば、混ぜそば、手抜きそば、油ラーメンなどということがある。単純に汁なしラーメンとも言われている。油そばはかなりシンプルだが、その誕生はいかに。1952年、伸びたラーメンをヒントに、昭和30年代前半頃から酒のあてとして提供したということから始まることや、中国のタンメンをヒントに発売したという2説が存在する。いずれにしろ東京都武蔵野地区から他の地域に広がっていったと言われています。その後1996年頃から流行していったそうです。はい、そして今回表町にある油そばに行ってみようとしたのだった。表町の商店街が来ましたね。ここになんかそのすごい有名なねラーメン屋さんがあるって聞いて、ラーメンって油そばなんですか。もうこれね、目の前なんですけどね。そうですね、油そばなんですよ。魂の行ってみました。入ってみます。え、なんて？どれ行く？これ普通のこれじゃないですか。セットのミニライスでございます。はい、いらっしゃいませ。はい、ライスいきます。はい、ライスも全て合います。いただきます。美味しかったです、本当に。感想的にはどんなの、なんかもう、はい、満たされるわけ。でもなんか、まあ、ちょっとなんか物足りないかなって思っとったんです。そしたらなんかスープつきますよみたいな、うん、スープって思って、なんかその食べたその器、結構だしとか残ってるんですけど、そこに特製スープをついてくれて、なんか二度おいしいみたいなね。なんか生姜とか聞いてましたね、うん、でなんかやっぱ変わるね。変わりますね。汁が入ったらやっぱ満足になるね。なりますね。うん、なんかそのままだとなんかちょっともうちょっといけるんじゃないか。なりますなります。頼もうかなと思ったらどうですか。どうですかっていうねことで、やっぱり食通のね、YouTuber の方がね、やられてるっていう店だけあって本当。うん。し。でなんかまた一旦閉めて。そうですね。なんか1月31日に一旦リニューアルのために閉店して、そのまた。期間はまあもうちょっとしばらく置いてまたリニューアルをするみたいな感じで、ね、ちょっと楽しみですけど、なんか YouTuber とかもなんかいろいろ来るみたいですけど、ね、なんか大物が来るっていう、来るということで、誰なんだと、誰なんですかね。でもやっぱ
ヒカキンとかね、うん、やっぱりはじめ社長とか来るんじゃないですかね、ほんと。まあ、ね、こうご期待ですね、ほ、うんね。でも、こうやって話しかけてくれてね。ね、ほんとびっくりしましたね、ほんとね。バレてるよね。バレなんつって、なんかやっぱ雰囲気がね、察知した。何やろ。あ、銀座プレイガイド。うん、あ、こうやってチケット。なんかあるんかもとか気になるよね。ありがとうございます。シャッ、なるほど。何これ、何です。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。